さて、車中泊歴20年のキャリアを経て、父ちゃんは天然パーマ池さんからですね、冬の車中泊グッズ、これね、必ず用意してほしいもの、それからこんなものがありますよっていうところをですね、紹介していきたいと思います。では早速こちらですね、じゃがじゃん、天然パーマの車、ハイエースのね、ちょっと特別な冬の装備を紹介したいと思います。まずですね、ハイエースってこのリアのスライドドアの後ろのここのね、奥下にこのね、端っこのところに温風の吹き出し口があるんですね。僕の車のベッドキットはここがね、小物入れになっている仕様になっているので、箱状になっているんですね。そしてこの下の四角い穴から吹き出すような仕組みになっていたので、天然パーマ冬の車中泊仕様になりますと、ここからですね、ダイレクトにダクトを引っ張ってきまして、椅子の下を通って、じゃん、椅子の足元センターから吹き出すようにカスタムしております。これをですね、天然パーマホットヒーターダイレクトダクティングシステムと名付けております。これ直訳するとホームセンターで買ってきたこたつに温風を運ぶあのダクトをですね、うまいこと利用して作ってみました。そして何よりこの温風をね、取り出す口、ここをですね、タオルを詰めて隙間を埋めるというエコシステム、このあたりがやはり知恵ですね、生きていくための知恵。とにかく僕の車はあまりこう凝ったカスタムをしないようにしてるんですけども、その理由は何かというと、売るときになるべくノーマルな状態のままで高く買ってもらいたいという狙いがありまして、なるべくこう後から手をかけるということはしないようにしながら、快適な空間を作ると、そういうところにこだわって設計されております。ダイレクトホットヒーター、ヒーターホットエアこたつの蛇腹システムですね。これが、快適な温風を吹き出してくれます。ここから出された暖かい空気はまあ天井に上がっていきますよね。するとですね、この上側のファンをオンにして風を送り出すんですね。すると暖かい空気はここから吸い込まれ、ここから吹き出され、そして車内の後ろに暖かい空気が送られるんですね。そうするとここに作ったルーフネットシステム、このルーフネットシステムの上にスキーのグローブとか、それからブーツのインナーとか、ちょっと濡れたものですね、濡れたものをこのヒーターが後ろに送られることで、非常に効率よく乾かすことができる、ドライアップすることができるという、非常に計算し尽くされたベンチレーションシステム搭載しておるのが、このハイテクなハイエース冬仕様となっております。で、一番後ろのベッドパネルを外して、ここにはこういう風にウェアをね、本来はもうブワーっとここ一面にかかるんですけども、ウェアをかけられるようにしております。下一段下げてあるのはやっぱりね、パンツとかね、長いものもあるので、ここは完全にこの衣類をかけるためのスペースとして使っています。なのでベッドスペースはちょっと夏よりも少し狭くなるんですけども、ここがスキースノーボードをトリップするためのちょっとした工夫になってますね。ハイエースの4ナンバーですね、商用車タイプのものはちょっとね、リアヒーターの設備があまりうまくないので、少し自分たちの使いやすいようにカスタマイズしてあげるといいんじゃないかなと思います。最後に一点ご紹介したいものがあります。これは実はあんまり常備してる人は少ないんですけども、すごく重要なので紹介しておきます。それ何かっていうと、こちらスコップですね。スコップ、これ何に使うかっていうと、これね、しかも組み立て式のスコップをね、うちは車に必ず積んでます。こうすることで、さらにこんな感じでサクサクと雪を掘るためのスコップですね。雪山で車中泊をされる場合って、当然ですけど、ものすごい雪が降った日って積もります。僕らが経験している中で最大一晩で50センチぐらい雪が積もったことがあるんですね。なので、これ明日は絶対積もるなっていう日は、あらかじめ夜のうちから車の周りを雪跳ねしとく必要があります。そうじゃないと
車のドアのね、上まで雪が積もることもありますし、それから、もしね、目が覚めて起きてからエンジンをかけた時にマフラー周りが詰まっていると一酸化炭素中毒になる危険性があるので、まず夜のうちに車の周りね、四方です全部雪を跳ねてから寝るっていうような心がけも必ずしてほしいと思います。そのためにこの組み立て式のスコップ、非常にコンパクトになります。柄が短くなって、さらにヘッドを取れて、こうやってね、コンパクトに収納できたりするので、これ冬山で雪山で車中泊を考えられている方は必ず常備してください。で、これも当然ですけども、スノーブラシですね。これがあると、まあ当然雪が降った後に窓の雪を取るときに便利です。これもヘッドのブラシの部分が折りたためるタイプのものにすると車の中にコンパクトに収められるので非常に便利だと思います。こうね、柄が伸びるタイプですね、こういうやつ。意外にね、このスノーブラシを積んでないっていう車をね、スキー場では多く見かけるんですね。これの重要性に気づいてないんですね、スノーブラシ。意外に忘れがちなので、これもね、まあ、どこでも雪は今降りますので必ず積んでおいたらいいと思います。はい、というわけで冬の雪山車中泊おすすめ装備、ベスト5ぐらいでした。適当。土地はテネパマでした。バイ。